アメリカ合衆国フロリダ州の南西海岸、サラソータ郡の都市である。タンパベイ地域の南、ォートマイヤーズからは北に位置している。原子域には、サラソータ湾とメキシコ湾との間にあるバリアー諸島が含まれている。この諸島は、リードをキーやシエスタキーなどの名前の後にキーが付く町の近くの湾とサラソータ湾を分けている。これらのキーは、 質の高い砂浜で世界に知られている。現在、地域に入っているキーは、リードーキー、セントアーマンズキー、オッターキー、クーンキー、バードキーとシエスタキーの一部である。以前は、シエスタキーがサラソータキーと呼ばれていた。シエスタキーとロングボートキーのすべてがサラソータに属するとみなされていたことがあり、資料によって混乱している場合がある。ロングボートキーは、 メキシコ湾とサラソータ湾を分ける島の中で最大だが、1921年に新しい軍堺で半分に分けられた。このキーのサラソータ地域に並行する部分で湾岸に沿って軍、堺まで伸びるところは、1920年代半ばにジョン・リング・リングの要請で地域から外された。リング・リングはキー南端の開発計画がある場所に市から課税されるのを避けようとした。 この開発計画は短期間に変動した経済のために完成しなかったが、市から認められた情報が取り消されることはなく、以後は軍が土地の規制を行っている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、サラソータ市の人口は2012年時点で52,211人となっていた。1986年に認証された地方政府に指定された。サラソータ市は、 ブレーデントン・サラソータ・ベニス大都市圏の主要都市であり、サラソータ軍の軍庁所在地である。サラソータ軍と北のマナティ軍の全体を含む大都市圏企画機構に含まれている。この機構は連邦政府の規定に従って組織されている。また、西中部フロリダの8軍を含む地域企画機構に属する組織の3要素の中では中心である。 人類がフロリダに入ってきた1万5000年前は、メキシコ湾の海岸線が100マイル西にあった。この時代は狩猟採集が生存のための主要手段だった。狩猟を行う側も犠牲になる側も水源があることが条件だった。暖かい光線のような深い泉と、集水流域は、さらそう立地域にも近くて宿営できたが、定着するには遠すぎた。 高深夜の氷河がゆるり溶けると、より温暖な気候が北に広がり始めた。海面が上昇し始め、最終的に350フィート上昇し、フロリダの海岸線が今日の形になって人類が定着するためには魅力的な場所になった。サラソータの考古学調査では1万年以上前に季節によって人類が入っていたことを示している。現在の海面となってから5000年間。 サラソータ湾での量が主要なタンパク源となり、捨てられた貝殻や魚の骨が、前世時代にサラソータに人類の定着地があり、湾の豊穣さによって維持されていたことを示している。16世紀の初期にヨーロッパ人が初めてこの地域を探検した。記録に残る最初のものは1513年であり、スペインの探検隊がサラソータのすぐ南、シャーロット港で上陸した。 インディアンと接触した初期にインディアンに使われたスペイン人がおり、それが初期接触の証拠になっている。18世紀の赤の地図ではザラゾテと記されている。おそらくインディアンの名前から来ており、魚や海洋貿易業者を引きつけた隠れた湾と港のことである。まもなく湾沿いにランチョと呼ばれる量の宿営地ができた。これは魚や亀を ハバナの商品と交換したアメリカ人とキューバ人が設立したものだった。フロリダはスペイン、次にイギリス、さらにまたスペインと支配国が変わった。1819年にアメリカ合衆国がフロリダを取得した後、1845年に州に昇格する5年前、軍隊がサラソータの湾岸にアーミステッド砦を建設した。この取は、 インディアンビーチ地域にあったと考えられ、調査が続けられている。キューバ系アメリカ人オーナーのために働いていた、アフリカ人奴隷のルイス・パチェコが運営していたランチョに、鳥が建設された。鳥の図面がその場所を突き止める糸口になっており、インディアンビーチに今もある重要な地形を示している。何とか疫病が流行ったために、鳥が放棄される直前に、セミノール族インディアンの州長たちが、 差し迫っている、オクラホマ順州への強制移住について話し合うために、集まった。スペインがフロリダを支配している時に、ここに移ってきたインディアン部族だった。フロリダに、元からいたトコバガ族やカルーサ族などは、スペイン人がもたらした薬病で絶滅していた。彼らは、晩秋から春まで使う高級的な村を維持し、夏の間は、北の方にある集落に移動していた。 まもなく残っていたセミノール族インディアンは南のビッグサイプレスシ地チに移住させられ1842年には当時連邦政府が保持していたサラソータの土地はアメリカ合衆国議会で成立した武装占領法によってヨーロッパ系開拓者に解放され私有されたルイス・パチェコマでもインディアンと共にオクラホマに送られた1840年代に かなりの数のヨーロッパ系開拓者が入ってきた。この地域はすでに18世紀初期の地図にもスペイン語でサラソテという名前があり、サラソータと呼ばれるようになっていた。初期の開拓者はこの地の気候とサラソータ湾の豊上さに引き付けられて入ってきた。サラソータは時代に応じてアメリカ合衆国のいくつかの軍によって統治された。1819年に、 アメリカ合衆国が取得してから、フロリダが州に昇格したのは1845年だった。1834年に、アラチュア軍とモンドー軍からヒルズボロ軍が作られ、初期の土地権利が取得されていった。1855年、ヒルズボロ軍が分割され、サラソータはマナティ軍に入って、それが1921年まで続き、その年にマナティ軍から3つの新軍が作られた。 その一つがサラソータ軍と呼ばれ、サラソータ市が軍庁所在地になった。地域はボーリーズクリークまで広がっていた時期もあったが、マナティ軍を含め二つの軍が利用する空港を共同で管理できるよう、空港の中に恣意的な境界線が引かれた。新しい軍境より北でボーリーズクリークより南の資産記録や通りの住所は郵便用に サラソータという住所が固まっていたので、そのままとなった。南北戦争で敗北したことにより、フロリダ州が負った負債を召喚するため、1880年代には、州の中央部に考えが施され、北部や海外の開発業者に販売された。ウィッテカー家、ウィリアム・ウィッテカーは1821年に、ジョージア州サバンナで生まれた。現在のサラソータ市に、 高級的に入植したヨーロッパ系開拓者として最初の文書に残っているものである。ウィテカー以前にはキューバ人とアメリカ人の漁師がサラソータ湾沿いに漁のための宿営地、すなわちランチョを作っていたが、年間を通して使われてはいなかった。ウィテカーはマナティ川沿いのマナティ集落で過ごした後、現在の11番通りのすぐ北にあるイエローブラフスの上に家を建てた。 海岸で働くキューバ人公益業者に星魚と魚卵を売っていた。1847年には牛を飼い始めた。1851年、ウィテカーはメアリー・ジェイン・ワイアットと結婚した。メアリーはマナティ川沿いを北東に約13マイルにあったマナティ集落に入植していた家族の一員だった。孤立した開拓者が直面する混乱さはあったが、11人の 子供を育てた。その困難さの中には家を壊された襲撃があった。これは以前は友好的だったセミノール族インディアンの州長ホラタミッコ、別名ビリー・ボーレックズが指揮したものだった。家族が傷つけられることはなかったが家は焼け落ちた。ウィティカーは家を再建し繁栄を続けた。その加算の後は1980年代に行われた。 開発のために保存されていない。墓地は残っている。1930年代、その墓地はアメリカ独立戦争の娘たちに寄贈された。ただし、余地が残っている限り、ウィテカー家の家族とその子孫が埋葬されるという条件がついていた。全体では85の区画があり、そのうち39は年代がわかる。ウェブや1867年。 ニューヨーク州ユーティカからウェップ家が入植できる場所を求めてフロリダに到着した。キーウエストに来た後でスペイン人公益業者と出会った。その業者が火山を作るための良い場所としてサラソータ湾沿いの高い崖の上の土地について話した。ウェップ家はその崖を探してサラソータに到着し事情をウィリアム・ウィテカーに話した。ウィテカーは話の通りの場所に 彼らを連れて行った。その場所は、ウィテカー家の火山から数マイル南にあった。ウェップ家はそこに入植した後で、スペイン人交易業者にちなんでそこを、スパニッシュポイントと名付けた。ウェップ家は郵便を出すために、かなり遠いところまで行かなければならず、その状態が20年間近く続いた。1884年、ジョン・ウェップは、郵便用の住所を請願した。 連邦政府の規則で、新しい住所には、単語一つであることを求めていたので、オスプレイという名前を選んだ。この住所の周辺に新しい町が成長した。サラソータという名前に関して似たような文章はないが、単語一つという規則によって、ザラゾタあるいは、サラソタという名前が、サラソタに変えられた可能性がある。ブラウニング家百八十五年、サラソータに、 スコッツコロニーが設立され、繁栄する町に建設された熱帯のパラダイスと表現されていた。フロリダモンゲージインベストメント会社が販売する前に区画が分けられ、測量が行われていた。12月にオーミストンコロニーに投資家たちが船で到着した時、水の中を歩いて騎士に行かねばならず、約束された家も店も通りもない原子のままの土地があるだけだった。 数週間後には、公設で妨げられもした。ブラウニング家など数家族のスコットランド人がサラソータに残り、開発業者のジョン・ハミルトン・ジレスピーの家族も一緒だった。ジレスピーは、フロリダモーゲージインベストメント会社のマネジャーであり、失敗したコロニーの計画に沿って、サラソータの開発を始めた。1887年、デソータホテルを建設して、 2月25日に開業し、大きな社交行事や祝賀会を開催した。1886年5月、にホールのゴルフ場を完成させており、アメリカ合衆国では初めてのゴルフ場と考えられている。1905年までにその趣味にもなっていたゴルフをするために、広さ110エーカー、9ホールのゴルフ場を完成させた。 最終的には湾岸に建設された港に観光客が来るようになった。ウィルソン家1899年、ローズ・フィリップス・ウィルソンとその夫、CVS ・ウィルソンがサラ・ソータ・タイムズ新聞社を設立した。サラ・ソータで発行された最初の新聞であり、1910年に夫が死んだ後も、ローズは1923年まで一人で新聞の発行を続けた。 多くの組織を通じて町の指導層に入り多くの問題について論説を書いた。ジャーナリズムの同業者からも敬意を集め、ターポン・スプリングスリーダーはローズが所有していた時のタイムズを州内で最良の週刊誌に挙げていた。州議会がサラソータ軍を設立する法案を通した時、それを伝える電報を送ったのがローズ・ウィルソンがてだった。住民投票で マナティからの分離を承認したとき、ウィルソンは新聞名をサラソータ軍タイムズに変えた。ローズ・ウィルソンは第一次世界大戦、1920年代の公共時代、世界恐慌、第二次世界大戦、さらに1950年代の第二次公共時代を生きた。1923年に新聞発行から引退した後も影響力ある、 婦人クラブなど地元団体の多くで活動を続け、1940年代には第一長老派協会の若者のために教師と被護者となって時間を割いた。1964年に88歳で亡くなった。サラソータ村は1902年に州の指導要領に従い、町として地方政府を法人化した。ジョン・ハミルトン・ジレスピーが町長になった。 1912年に区画整理が行われ、1913年には市として法人化された。初代市長は A.B. エドワーズだった。オーウェン・バーンズは釣りのためにサラソータに来て一生を過ごすことになった。市内で最大の土地所有者になっただけでなく、銀行を設立し、その他の事業の発展を促進し、橋、目印となる建物、邸宅を建設した。 港を浚渫し、再生された土で新しいベイフロントを作り出した。観光客を呼ぶためにバーンズコートなど新しい開発を行い、地域発展のための推進力とするために商業施設を建設した。ジョン・リング・リングと組んでバリア諸島の開発も手掛けたが、リング・リングが開発協定の条項を遂行できなかった時に破産した。百二十五年、バーンズは エルバーノナホテルを建設し、妻のバーノナ、ヒルフリーマンバーンズにちなんで命名した。このホテルの開業から間もなく、フロリダの土地ブームが弾け、共同事業契約を全うできなかったためにその財政に致命的な打撃を受けた。この機会をつかんでホテルを買収したのが、ジョン・リング・リングだったが、数年後に株式市場が崩壊し、リング・リングも同じ浮き目を見た。 バーンズは彼が建設した建物、橋などで全国から観光客をサラ・ソータに呼ぶことに貢献した。5人の子供がおり、その中でもリリアン・ジー・バーンズは地域で最も重要な歴史家となった。バーサ・オノレ・パーマー、20世紀初めで最大の土地所有者、牧場主、農園主、開発者、サラ・ソータを国内富裕層の冬の滞在地とし、 州内で農園と牛の飼育業を革新させたサラ・ソータ軍歴史会館ゾバーサオ・ノレ・パーマーは20世紀、初め頃に地域最大の土地所有者、牧場主、農園主、開発者であり、9万エーカー以上の土地を所有していた。A.B. エドワーズがシカゴの新聞に載せた広告を見てサラ・ソータにやってきた。エドワーズとはその後も事業での関係を続けることになった。 市内メインストリートのファイブポインツに設立したパーマー国定銀行は世界恐慌の間もその息子が率いて強力な銀行として生き残り1976年にサウスイースト銀行と合併したバーサパーマーは現在のマイアッカ川州立公園にも広大な土地を所有していた当時は牧場として使っていた牛の飼育を可能にする革新的な方法を 開発して実行し、州内でも大きな存在になった。そのメドースウィート農園では、大規模農業と落農業をはじめ、国内各所の市場に出荷できるほど、作物の生産を可能にする手法開発に重大な貢献を果たした。その実験は、州の農業管理部門と協業していた。ヨーロッパでの戦争が脅威になってくると、 パーマーはその社交界の仲間にサラソータの美しさと外国の典型的な観光地の代わりとする利点を売り込んだ。パーマーはウェップ家が持っていた敷地に冬の家を建てた。地域に初めて来る人々に訴えるリゾートを建設した。金持ちが冬に陰性する流行の場所として、また観光客が休暇を過ごす場所としてのサラソータを作り上げ、それが 戦後まで継続し、1920年代に、さらに第二次世界大戦後も、国内で大きく発展した、新しい富裕層にもてはやされた。パーマーが出した初期の宣伝の中で、サラソータワンをナポリワンに例え、また釣りの面白さを売り込んでいた。時とともに、ワンの豊穣さが、観光客を集め続け、過量によって資源が枯渇するまでに至った。パーマーは、 元のウェップ家の建築軍の大半を守り敷地を大きく拡大した。その敷地は歴史あるスパニッシュポイントとしてアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され無料で一般公開されている。しかしパーマーが観光客を止めていたジオークスは保存されていない。オーウェン・バーンズも1910年にサラソータに来ておりバーサ・パーマーのすぐ後だった。 バーンズはすぐに現在の市内で最大の土地所有者になったので、パーマーが所有していた大きなサラソータの土地の多くは現在のサラソータ郡にある。市内の道の多くはパーマーが作ったトレールに彼女が付けた名前を残している。しかしパーマーは他の者たちと共に市内の陶器にも加わっており、未開発の土地を大量に購入したので、 多くの土地に彼女あるいはその息子の名前が残っている。パーマーの息子がその事業を継ぎ、1918年にバーサが亡くなった後も、サラソータの投資家であり、特殊家でもあった。休暇を過ごす場所やシックな冬の家として、世界中の注目を浴びたこと以外にも、パーマーが導入した、牧畜業と農業の改良で知られ、彼女が所有した土地にあるオスカーシェアラー、修立公園の一部と、 広大なマヤッカ川州立公園の二つは、サラソータに彼女が残した偉大な遺産だということができる。地域のその他の町も法人化されあるいは成長して、町になった。それらは、ベーフロントとは全く異なる特性がある。ベーフロントは、現在の十番通りで終わっている。これらの町は、サラソータが成長するにつれて吸収されていったが、いくらかはその名前を残し、 現在は、地区として認識されている。オーバータウン、ベイヘーブン、インディアンビーチ、シェルビーチ、ビーリッジ、フルートビルなどのコミュニティは、現在そこに住んでいる、人々の記憶から消えていくしかなかった。オーバータウンは拡大して、現在、ローズマリー地区と指定されている場所を含むようになり、ニュータウンの領域がそれと合流した。リングリング芸術デザインカレッジは、 ベアヘイブンの街のために開発されたホテルを、その管理棟に含んでいる。それが建設されたのはオールド・ブレーデントン道路が、北のマナティ川に、この道路は、ボーリーズ・クリークの一番広い部分を避けて渡っていた。タミヤミトレールが1920年代に開発され、クリークを渡す橋は、開発を妨げる自然の障害として取り外された。シェルビーチは湾に沿った高台に、 大きな荘園を建設する場所となり、サファイア・ショアーズとジアップランズの開発地となっている。キャサリン・マクレランとデイジ・エッタ・マクレランの姉妹が、この時期の土地開発業者になった。彼女たちは、マクレラン・パークの小区画を作り、中心街の南にある、最も重要で成功した、住宅地区となっている。その区画は1913年に登記された。 大規模開発によく使われた典型的な格子場の区画とは異なり、密に組み合わされた街となり、ヨットの桟橋、テニスコートなど、レクリエーションスポーツ用の施設を備えた。サラ・ソータの開発では、女性が重要な役割を演じた。おそらく多くの街とそれほど変わるものではないが、サラ・ソータの歴史がその役割を文書として残している。 バーサパーマーはここではそれほど異質なものではなく、サラソータ軍歴史会館の軍の記録を探せば、他にも多くの例を見つけられる。サラソータ北部の地域は、リングリング兄弟の多くを引きつけた。彼らは20世紀の初め頃に、サーカスの大物としてその富を築いた。リングリング兄弟サーカスは、まだ一つの団体に統合されていなかった。 メアリー・ルイーズとチャールズ・ウェン・トンプソンが1895年にシェルビーチの区画割りを行った。トンプソンの邸宅がそこで最初の住宅となった。現在のサンサークルからほぼボーリーズ・クリークまで伸びていた。1911年からメイブルとジョン・リング・リングがそこの家で冬を過ごすようになり、最終的にはサラソータにおける高級的な冬の家として大きな区画を購入した。 トンプソンは土地開発業者であるとともに別のサーカスのマネジャーでもあった。冬の陰性値と同時に土地への投記のためにサラソータにリングリング家の数人を招いた。まず、アルフティリングリングの一家が広大な土地を持ってウィットフィールドエステーツ地域に入った。チャールズとジョンリングリングの家族が続き、さらに南に住んだ。まもなく子供たちや一族がサラソータにおける。 リングリン家の存在感を高めた。1919年に、アルフティリングリングが死んだ後、リングリング兄弟サーカスがサラソータを、冬の家とし、チャールズ・リングリングが業務を引き継いだ。チャールズ・エヌ・トンプソンが、リングリング兄弟サーカスのスタッフに加わり、小さいサーカスや下火のサーカスの買収を始め、それらを別々に興業させた。1919年、 これらを巨大なサーカスに統合し、地球最大のショーと呼んだ。この時設立者5人兄弟の2人だけが存命だったが、家族の他の者たちが事業に加わったり、理事会に入ったりした。出演者やスタッフがサラソータに定着し始め、リングリングサーカスをサラソータの街の一部にした。第1次世界大戦が終わると、サラソータでも経済公共が始まった。 市は新しい仕事、投資先を求める人で溢れ、初期開発者が作っていたシックな社交界が求められた。メーブルとジョン・リング・リングが1925年に建てた住居、サドザン、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。建築家はドワイト・ジェームズ・バウム、建設はオーウェン・バーンズ・トンプソンのシェル・ビーチで、エレンとラルフ・ケープルズが、 冬の家を建てた区画の隣にメイブルとジョン・リング・リングが家を建てた。これは間もなく博物館となった。エディスとチャールズ・リング・リングがその娘ヘスター・リング・リング・ランド・キャスター、サンフォードの家を含む複合的な家屋を建設した。シェルビーチのすぐ北にある次に大きな区画はエレン・ケープルズからメイブルとジョン・リング・リング、さらに他のものへと1947年まで。 開発されずに何度か所有者が変わった。その後、ジアップランズとして開発された。その区画に関わる昔の人は、バーサ・パーマー、その息子の己、A.B. エドワーズであり、その名前が市内の通りに付けられている。この区画に向き合う土地は1925年に、新しい衣装区画を作る意図で、シーゲートとして再区割りされた。1929年、 ここにグウェンドリンとパウエル・クロスリーがその冬の家を建てた。これら歴史ある家屋と博物館は全てアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。インディアンビーチのサファイア・ショアーズ地区はそのすぐ南に成長し湾沿いに大きな家が建てられた。サファイア・ショアーズには先に挙げた裕福な人々の社会と密接に関わることを願った、あるいは関わっていた。 専門家や退職者の家屋ができた。一時期物の町だったインディアンビーチには、1920年代の後継期に建てられた新しい流行の建物の中で生き残った開拓者の家屋が入っていた。チャールズ・リング・リングは土地に投資し、開発し、銀行を作った。サラ・ソータの市民生活に参加し、新しい事業を始める企業家に助言した。 その銀行から生まれたばかりの企業に金を貸した。事業の創設を奨励し、新設の軍に土地を寄付し、町への贈り物として、そこに軍政府の事務所と庁舎も建てた。リングリング・ブールバードは、チャールズ・リングリングにちなむ命名である。ベーフロントのタミヤミットレイルから曲がりながら、東に進み、冬のサーカス本部に向かっていた。チャールズ・リングリングが、 シカゴ建築様式で建設した高層のサラ・ソータ、テラスホテルがあるワシントンブルバードと交差している。ホテルの向かいにはチャールズが寄付した群長車がある。当時は列車を使えば容易に行けた。チャールズ・リング・リングとその妻エディスは1920年代初期にベイフロントの冬の家を建て始めた。チャールズはそれが完成した直後の1926年に死亡した。 その後の数十年間、エディスがそこに泊まり、サーカスの管理者としての役割を続け、夫の仕事の多くを引き継ぎ、コミュニティでは文化的活動を続けた。その娘のヘスターとその息子たちは、サラソータの劇とミュージカルの世界で活動した。エディス・リングリング・エステーツと国際的に知られるようになったところは、現在ニューカレッジ・オブ・フロリダのキャンパスになっている。 ジョン・リング・リングは、メキシコ湾とアサイ・サラソータ湾を分ける、キーと呼ばれるバリアー諸島の開発に、大きな投資を行った。サラソータではいくつかの会社と開発計画を持っていたが、オーウェン・バーンズと共同で、リング・リング・アイルズ・エステーツと呼んだ会社を起こし、キーを開発した。バーンズは、リードーキーのすべてを所有していた。それら所有地を開発するために、 オーウェン・バーンズが島まで橋を建設した。最後は、リング・リングはその橋の保守を任せるために、市政府に寄付した。彼らはその道を、ジョン・リング・リング・ブールバードと名付けた。セント・アーマンド・キーの中心には、ハーリング・サークルがあり、それを取り巻く道路は、その他の大統領の名前となっている。スノーバードと呼ばれた人々の冬の家が集まり、冬装に販売された。 競争の20年代はサラソータでは早く終わった。世界恐慌につながる金融問題に影響されたのはフロリダが国内でも最初の地域だった。1926年、土地開発陶器がフロリダ州東岸の銀行破綻と共に崩壊を始めた。これは国内の大部分よりもかなり早い時期だった。金融危機がフロリダ中に広がった。 ジョン・リング・リングは当初経済崩壊からも利益を出していた。リング・リングは別の計画で会社の金を使い共同経営者の応援バーンズを破産に追い込んだ。その計画も失敗した。後にバーンズからランドマークであるエルバーノなホテルをはした金で買収した。しかしジョン・リング・リングもその資産の大半を失った。百二十九年六月に 妻のメーブルが死亡した直後に、その持ち株が下落して逆境が始まった。市場崩壊の直前にリングリングは、他のサーカスをいくつか買収し、それら既存のものと統合して、株式市場でその株を売ろうとしていた。市場崩壊で、その計画が終わった。リングリングは、高価な美術品に投資していたが、バリア諸島の一つに建てるリッツホテルのような大きな、 計画が未完成だった。博物館に付属する美術学校の計画は放棄した。サラソータに別の者のが建てた美術学校にその名前を使うことは承認したが、しぶしぶだった。エディス・リング・リングなど一家のメンバーを含むサーカスの理事会は、ジョン・リング・リングを外し、サムエル・ガンパーツを役員に据えた。ジョン・リング・リングは1936年に死去する。 時までに破産に近い状態になっていた。その資産は美術品コレクションと共に州に依存していたので救われ破産になる直前に死亡した。資産に関する写真が博物館に残っており、その死亡時に残っていた銀行預金が400ドルに過ぎなかったことがわかる。老いのジョン・リング・リング・ノースがその資産が失われないよう長年苦闘した。1925年。 都市計画家、ジョン・ノーレンが市中心街の開発計画策定のために雇用された。ノーレンは、ベイフロントの近くはアーチ状に道路を廃止、その先は格子状にした。北は十番通りから、南はマウンドまでが入っていた。この計画は、当時の市が発展している方向に密接に繋がっていた。中心街の通り名や番号はこの時現在のものに変えられた。 当時番号付き通りは、バーンズ広場とバーンズの三角形の建物が、オレンジアベニューとパイナップルアベニューの交差点を分ける、場所を一番通りとして始まっていた。ノーレンはこれを北に移し、現在のメインストリートの上から始まるようにした。メインストリートの外れ、ホーバーアーケードにある、市役所はウォーターフロントにあり、そこから、市の三橋が伸びていた。そこが、新しい市の中心だった。 自動車や荷物はそのアーケードを通ることができ、鉄道は直接ターミナルまで敷かれた。この新計画は市役所をベフロントで強調しており、市の中核にしていた。中心街のベフロントと市の北部を湾岸でつなぐブロードウェイは建設中だったタミヤミトレールの一部となった。このトレールはアメリカ国道41号線の一部となり、1928年には、 タンパ市とマイアミ市をつないだ。マナティ軍北部ではアメリカ国道301号線と接続し、ドックレックで曲がって西のコルテス道路に向かっていた。サラソータ市内では東に転じてメイストリートで中心街を抜け、ワシントンブールバードで再度アメリカ国道301号線と合流した。この計画は1960年代に放棄された。 タミヤミトレールの走行速度を上げる要求のために市役所を解体することとなり、ベフロントをそのまま通過するよう付け替えられた。20世紀の最後の10年間までに自動車の交通量が増え、人間は歩いて交差点を渡るのが難しくなっていた。この時期の計画は、中心街をサイドベフロントに結びつけ、ベフロントの道路から高規格道路の指定を外すことが求められていた。 ニューアーバニズムの概念で街を歩いていくことができ、最も美しい財産であるサラソータワンを最大限生かすよう再生させることに集中された。騒音を減らす手段としてロータリーが検討され、利用が増えている自転車と歩行者の中で自動車の動きを安全で効率的なものとする優美な設計に統合するものとし合わせて待機汚染を減らすことも目された。 アメリカ同時多発テロ事件の時、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、エンマイ・ブッカー小学校でペットの羊を読んでおり、その時にニューヨーク市の世界貿易センタービルが攻撃されたことを知らされた。2010年、市内にグーグルファイバーを導入するために、一時的に市内の島がグーグル島と改名された。1950年代の攻撃は崩壊して終わったが、 1920年代半ばに起こって大変な影響を与えた最初の土地投機崩壊からおよそ100年近くが経ち、サラソータは2008年不動産危機の中心となった。1990年代後半に始まっていた大量の不動産投機が2000年代初期に劇的に拡大していたので、低等権設定がお粗末な案件とともに、金融の信用問題が続いた。 当期のために急上昇した資産価値から加工が始まると低投権が大問題になった。資産は設定された低投権の価値がなくなり大きな差が出たものもあった。資産価値が低いままに止まり、そのために政府の税収が減ったことで担保権執行の行使率が拡大した。これはほぼ全国的な問題となり他国にも波及した。この問題はまだ終わっていないが、 新たなブームの崩壊と呼ばれる可能性がある。これは、未開発の土地やフロリダだけの問題ではなく、資産価値に基づいた家屋の低当権に始まっており、大きな金融危機につながったものである。サラソータ市は、北緯27度20分14秒、整形82度32分7秒。 北緯2 7 3 3 7 2二度整形、82.53528度、2 7 3 3 7 2十8 2 5 3 5 2 8に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は25.9平方マイルであり、このうち陸地14.9平方マイル。 水域は11.0平方マイルで、水域率は42.58%である。サラソータは温暖湿潤気候であり、夏は暑く、冬は温暖であり、年間を通じて湿度が高い。はっきりした雨季と寒季があり、雨季は6月から9月まで、寒季は10月から5月である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サラソータ群の場合では、 2005年から2007年のデータで人口36万8000人、女性19万2000人、男性17万6000人だった。サラソータンの年齢別人口構成年齢別人口一つの人種のみを申告した人の比率では、白人が92%、黒人4%、インディアン0.5%未満、アジア人1%、 太平洋諸島系0.5%未満、その他の人種2%だった。本結は1%だった。人種によらず、ヒスパニック系は7%だった。またヒスパニック系白人の比率は87%だった。軍の一人当たり収入は28,326米ドル、女性の収入中央値は25,721米ドル。 男性の場合は32,114ベ米ドルだった。軍の世帯あたり収入中央値は49,030ベ米ドルだった。世帯の63%には収入があり、28%は社会保障以外の年金があった。世帯の55%が社会保障を受けていた。社会保障からの平均年収は16,654ベ米ドルだった。 これら収入源は、排他的なものではなく、一つ以上の収入源から、得ている世帯もある。2010年の国勢調査で、サラソータ市の人口は5万1917人だった。人種構成では、ヒヒスパニック系、白人65.6%、黒人15.1%、インディアン0.4%、インド系0.3%、その他のアジア人1.0%、 その他の人種0.2%、根結2.3%、ヒスパニック系16.6%となっていた。サラソータ市政府は1913年に法人化され、調整から市政に転換され、名称もサラソータ市に変わった。1921年にサラソータ軍からマナティ軍から分離した時に、軍庁所在地に指定された。 1940年代、市政委員会、マネジャー方式を採用し、住民投票で選出される5人の委員で構成される市政委員会が統治している。毎年4月に委員の5選により、儀礼的な肩書きである市長と副市長を選んでいる。市政の中で、教育、図書館、湾そのもの、主要水路、軍道、空港、消防、資産税と重加税、選挙、 健康管理、拡張サービス、洪水制御、科目除、裁判所、監獄は、軍政府が監督している。軍政委員の選挙は市民にとって、重要なことになっている。2006年1月、全国ホームレスのための連合と、全国ホームレスと貧者のための法律センターが、発行した、規定された夢、アメリカ合衆国の都市におけるホームレスというものの、犯罪化という報告書で、 サラソータ市は20のケチな都市の中でも第1位に挙げられていた。サラソータ市が2005年に出した条例では、公的資産の外で許可なく眠ることは違法であり、私有財産においてはすでに違法としている通りであるとしていた。サラソータ市政府はその地域の中で次のサービスを行っている。1925年、A.B. エドワーズが芸能公演にも、 映画上映にも対応できる劇場を建設した。パイナップルアベニューと第二通りの交差点にあり、オペラ上演のために改修され、使われてきた。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。1949年にルース・コットン・バトラーが設立したサラ・ソータ・オーケストラがあり、長年フロリダ西海外公共楽団と呼ばれている。3週間にわたる、 サラ・ソータ音楽祭を開催しており、世界的に認知され、室内学の著名な教師や優れた生徒を集めている。1950年代初期、ジョン・アンド・メイブル・リング・リング美術館が、歴史あるイタリアの劇場、アソロを買収した。美術館の初代支配人であるエイバレット・シック・オースティンが、この買収と、劇やオペラを公演できる劇場への再組み立てを、手配した。 この劇場は当初1798年に建設されたものであり、1930年代は分解され倉庫に入っていた。ベニスのコレクターかつディーラーのアドルフ・レーウィンが劇場を買収し、サラ・ソータに運ぶまで倉庫に部品を保管していた。この劇場は美術館の北ウィング西に拡張された建物の中で再組み立てされた。そこはジョン・リング・リングが 美術学校を建てようとして実現しなかった場所だった。歴史ある劇場を収めた新しい建物は小人の像をあしらった小さな庭園で美術館と隔てられている。1980年代、この劇場は外国映画クラブが使用し、毎週月曜日の夜に映画が上映された。このクラブが拡大し、中心街、バーンズ広場近くのバーンズコートに、 独自の劇場を建設した。後に、地元の建築家、スチュアート・バーガーが別のアソロ劇場を設計し、建設を監督して、フロリダ州立大学芸能センターに収めた。複数の舞台がある施設であり、ジョン・アンド・メーブル・リングリング美術館敷地のさらに、東に位置し、米書ア道路とタミヤミトレールの間にあり、リングリングプラザのある南を向いている。 もともとロココ時代に建てられた歴史あるスコットランドの劇場であり、フロリダまで運ばれた。この施設はフロリダ州立大学の芸能家であるアソロ俳優訓練学校の学生のための会場と施設になっている。ここは数年間さらそうたフランス映画祭の管理事務所になっていた。市内の会場がフランスの映画やスターに焦点を当てた映画や行事のために使われた。 1960年代にバンウィゼルがベイフロントに芸能ホールを建てることを可能にした。その会場バンウィゼル芸能ホールはフランク・ロイド・ライトの後継会社であるタリー・シン・アソシエーテッド・アーキテクツのチームがウィリアム・ウェズリー・ピーターズの指揮で設計した。ライトの未亡人ウルギバナロイド・ライトがこのプロジェクトに参加し紫色を選んだ。 その他のサラソータ氏の文化的な呼び物として、サラソータバレー、サラソータオペラ、アソロレパートリーシアター、フロリダスタジオシアター、サラソータプレイヤーズ、バニアンシアターカンパニーのほか、様々なミュージカル、ダンス、芸術、劇の会場がある。1998年から毎年サラソータ映画祭を開催して、世界中の独立系映画を上映している。 フロリダ州では最大級の映画祭になっている。2009年、毎年開催のリングリング国際芸術祭は歴史あるアソロ劇場で開幕と閉幕の行事を行った。このベニスの劇場は美術館が開催する様々な催しに使われている。2010年、毎年歴史あるバーンズ広場で開催されるサラソータチョーク祭が国内で 初の国際的なストリートペインティングの祭りとなった。16世紀のイタリアで行われたストリートペインティングを祝うものであり、ドイツからマエストロ・マドナロであるエドガー・ミューラーを招き、ミュラーが最初の絵を描いて昼から夜にはイメージを変えた。週末には数多い子供たちが国際的に著名なストリートペインターと共に参加した。2013年の祭りでは、 バーンズ広場からパイナップルアベニューに沿ってファイブポインツ公園までメインストリートを越えて会場が広げられたがリングリングメインのロータリーでは車の交通が流れていたこの祭りは毎年テーマを変えており新しい技術を導入している壁画やセログラフグラフィティなど別の分野でもアベニダドコロレス社が同時にイベントを開催している壁画の場合は ストリートペインティングとは異なり、その講演者が保存に努めている。壁画は、ゴーイングバーティカルプロジェクトの一部であり、ジョーク祭と同時開催されることもあるが、年間を通じて行われることが多い。パームアベニュー駐車場の公有地に発注された数点を除き、多くは私有地に置かれており、その場所は、サラソータ軍ばかりではなく、マナキ軍にも広がっている。 壁画のツアーや地図も準備されている。市内には海南救助、研究施設、及び水族館である、モートマリーン研究所、マリーセルビー、植物園、ジー・ウィズ博物館、サラ・ソータジャングル庭園がある。また歴史的な場所や地区も多くある。高等教育機関としては、公立教養系のニューカレッジ・オブ・フロリダ、私立のカイザー・カレッジ・オブ・サラ・ソータ、 フロリダ州立大学俳優訓練学校、リングリング芸術デザインカレッジ、セントピーターズバーグのエッカードカレッジ衛生キャンパス、タラハシーのフロリダ州立大学医学校がある。その他にハリ治療と中国医療の認証カレッジである、イーストウエスト自然医学カレッジがある。通学が可能な範囲には、フロリダ州立カレッジマナティサラソータ校、 タンパの南フロリダ大学文校がある。リングリング博物館があるので、イタリアの建築や文化が強い。数多い家屋や建物が、イタリア様式で設計されており、中でもリングリングの佐土山のようなベニス様式が、名高い。イタリアに層を発した彫像も多く、ミケランジェロのダビデ像が、サラソータ氏の象徴として使われている。サラソータ建築学派は、 世紀半ばのモダニズム建築の異業として発展してきた。バウハウスやフランク・ロイド・ライトの有機的な建築の要素を取り込んでいる。この地域の亜熱帯気候に適合し、第二次世界大戦後に新しく開発された材料や工法を適用して発展してきた。フィリップ・ヒスがこの運動の推進者だった。この新しいデザインを作り上げた建築家には、 ポール・ルドルフやラルフ・トーイッチェリがいた。第2世代には、ジーン・リーディ、ジャック・ウェスト、ビクター・ランリー、マーク・ハンプトン、ジェームズ・ホリデー、ラルフ・ジンマーマンがおり、現在でも活動している者としては、ウィリアム・ジンマーマン、カール・アボット、エドワード・ジェイ、ティム・シーバーと、フランク・フォル・サム・スミスがいる。ルドルフのフロリダの家々は、世界中の建築界で注目を集めた。 ウェルズリー大学のジュエットアートセンターなど大型の案件を受注することから始まった。1958年ルドルフはイエール大学の校舎を設計した直後にそこの建築学部長に選ばれた。その職を6年間務めた後事業に戻った。近年ジャック・ウェストが設計建築した銀行ビルがゲートウェイ銀行本社として改修され再オープンされた。 タミアミトレールのバヒアビスタとの交差点にある。当初は解体される予定だったが、地域の歴史保存運動の指導者であるカフィベンズの反対にあい、新しい計画が市の企画部内で承認を得ることになった。この建物には当初からあるジャックカートリッジの彫刻が使われている。20世紀の終わりまでに市内の多くの歴史ある建物が解体されてきた。 集合住宅の建設で湾沿いにあったウィテカー家の敷地全てが消し去られた。タミヤミトレールの東には彼らの墓地が残され、アメリカ独立戦争の娘たちが所有している。市が所有するパイオニア公園の隣である。近年、クロッカー協会とビットウェルウッド邸の二つが市の資産になった。ビットウェルウッド邸は市内に残る最古の建造物である。 ベロニカ・モーガンが設立したサラ・ソータ歴史保存同盟のメンバーと主にモーガンがまず修復した。サラ・ソータ軍歴史協会がその遺憾を手配した。これら建造物は市の公園に移設されたが公園のスペースが減るという住民の反対の声もあった。過去10年間の普及のために再度の修復が必要とされている。1970年代後半。 サラ・ソータ軍はチャールズ・リング・リングが建設したテラスホテルを買収し、修復して軍政府ビルとして使っている。この建物と隣接する軍庁舎は1921年にできたサラ・ソータ軍に寄付されたものであり、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。軍庁舎はドワイト・ジェームズ・バウムが設計した。次の10年間で、 オーウェン・バーンズが建設したランドマーク的ホテルであるエルバーノナがアパートに転換されていたが危険な状態になった。この時までにジョン・リング・リング・タワーズと呼ばれ、リン・コーザン州、ガーディナーが買収し、それを本社にしようとしていた。テナント契約が解消され、建物の改修計画が立てられた。市政委員会は当初その計画を指示していたが、計画に反対する。 ロビー活動が起こり、市政委員の一人が反対に回った。最終教問で計画は否決された。起こった、ガーディナーは死を出て行き、それを引き継いだ者が解体しようとして派手な変更を施し、魅力ないものにした後、最後は放浪者が侵入したり、こそ泥の入るままとされていた。この建物を保存するための町の運動が始まった。その中には、 オーウェン・バーンズの不動産事務所があり、カール・ビッケルの家として使うために改修されていた。歴史保存組織であるサラソータ歴史保存同盟がベロニカ・モーガンによって設立され、この建物を救い、町全体の歴史保存を推進した。その努力に町の多くの建築家の援助もあり、ホテル開発グループが土地と構造物2軒を買収し、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録したが、この資産に入札していた別の開発業者から訴訟を起こされた。法廷闘争の結果はホテル開発グループの敗訴となった。最後は2つの建物とも解体された。1990年代には保存が成功した例もあった。トマス・リード・マーティンとクラレンス・スエー・マーティンが設計した展示場である市民会館が アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、世界恐慌から回復する時代だった1937年に公共事業促進局が完成させた状態に、内面も外面も念入りに改修された。この施設を年間10万人が利用し、様々な行事が開催されている。その後、ジョージ・アルビー・フリーマンとルース・エサイモンが設計した連邦ビルも改修された。 1920年代の公共期に、サラソータ湾北岸に建設された豪華な住居の大半も生き残ってきた。この建築群は、湾の一番広い部分に沿った高台の大きな敷地に建設されており、その中心にジョンメイブル・リングリング美術館がある。その中には、ジョンとメイブル・リングリングの邸宅だったサドザンもあり、ビルプリグの指示で近年改修された。しかし、 20世紀半ばという比較的新しい時代のサラソータ建築学派に属する重要な建物が残っていない。それらは歴史保護の対象とするには新しく一般の認識から外れることが多い。それらの文化的歴史的重要性を考慮されることなく新しい開発計画のために解体される危険性が多い。ただし構造を残して 新しい計画に統合することが訴えられている。2006年、サラ・ソータ軍教育委員会は、ポール・ルドルフの最大の建造物である、リバービュー高校の解体を決めた。建築家、歴史保護家、都市計画家を含む多くの市民から反対の声が上がったが、委員会は、その結論に達した。その構造はこれ以上機能しないと考えたものは、賛成した。 賛否が大きく分かれた。ワールドモニュメント財団はこの学校を2008年最も危険なサイト100件のリストでメインストリートモダンのカテゴリーに入れた。サラソータの街ではルドルフの建築に対する評価が分かれたが国際的な美術界ではそうではなかった。ニューアーバニストの計画家で建築家のアンドレスデュアニーは学校の保存を強く支持した。 2007年1月の大衆集会で歴史保存運動の指導者カフィベンズに計画について問われるとデュアニーは解体を認めればサラソータ氏は芸術の中心としての国際的な位置づけを失うことになると答えたこの歴史ある建物は学校全体の主要な構造物でありプラネタリウムもあったこの高校全国歴史保存信託の国内で最も危険性の ある歴史建造物リストに入れる提案があった。全国歴史保存信託が行った2007年3月のシャレットに続いてルドルフの建物を改修し保存する提案が進行した。教育委員会は提案された改修保存計画を検討するために1年間の猶予期間を決めた。その計画には構造物を解体するよりも その上に運動場のある駐車場を建設する案もあった。2008年6月初旬、教育委員会は学校を解体し、その後に駐車場を作ることを発表した。1年後の2009年6月、リバービュー高校が解体された。サラソータ生まれで、綱渡りのニック・ワレンダは、ナイアガラの滝や、グランドキャニオンの谷を渡ったことで、国際的に知られている。 数世代にわたって、サラソータに住み、訓練を積んできた、空中曲芸と命知らずのパフォーマンスで知られた、我れんが家の一員である。リングリングサーカスが冬にいた間に、多くのサーカス芸人がサラソータに住んだ。その家族のいくらかは、ベニスでの陶器宿泳のために死を離れた後でも市内に、残った。街の文化には、サーカスの強い伝統が残っている。サラソータ市は、 建築、美術、芸能及び町に住んで働いた作家でも知られている。ジョン・ D ・マクドナルドはその小説の多くでサラ・ソータを舞台に設定し、ランドマーク的な建物や有名な地元レストランなどを登場させている。タミヤミトレールのメロディは朽ち果てようとしているがまだ残っており、回収を待っている。いくつかの映画がサラ・ソータで撮影された。 サラ・ソータ長祭で開催されているストリートアートのゴーイングバーティカルプログラムに焦点を当てたものが壁画家の制作した作品のドキュメンタリー映画フロリダ意図されなかった映画で国際的に公開されたこの祭りと芸術家について制作された多くの映画の一つに過ぎないテレビ映画ブレイキング・アーミッシュブレイブ・ニュー・ワールドはサラ・ソータのパインクラフト地区が 舞台になっている。ブレイキング・アーミッシュのスピンオフである。サラ・ソータを本拠とする会社には、ボアーズ・ヘッド・プロビジョン社がある。主要雇用主としては、ドクターズ・ホスピタル・オブ・サラ・ソータ、エイパック・カスタマー・サービス、ゼニス・キャップ・ジェミニがある。サラ・ソータは、ニールセムの指定する単パセント・ピーターズバーグ・サラ・ソータ、テレビ市場に入っている。 地元テレビ局としては ABC 系列の WWSB があり、サラ・ソータでは唯一の全国系列局である。その他の系列や公共放送はフォートマイヤーズやタンパから放送されている。アービトロンによればサラ・ソータブレーデントンラジオ市場は国内73位の規模であり、フロリダ州では第6位である。市内には FM6 局、 AM3 局のラジオ放送局がある。タンパベイやフォートマイヤーズからの放送も聴取できる。市内の日刊誌はサラソータヘラルドトリビューンである。SRQ デイリーは毎日更新される電子新聞であり、サラソータオブザーバーは週刊から日刊に変更された。週刊誌としては2012年発刊のサラソータニュースリーダーとジスウィークインサラソータがある。 サラソータは暖かい気候なのでスコットランド人がアメリカにもたらしたゴルフが人気のあるものになった。その一人が初期開拓者のジョン・ハミルトン・ジレスピーだった。ウィットフィールド地域にあるサラベーコースはゴルフ場設計家ドナルド・ロスが設計した。ゴルファーのボビー・ジョーンズがサラソータのゴルフ場を使っていた。地域には多くのゴルフ場があり、その中には ロングボートキーの南端にジョン・リング・リングが計画したホテルのためのものもある。サラソータワンが豊穣だったので、釣りも人気のあるスポーツであり、初期には多くの金持ちや冒険家を引きつけた。ターポンが最大の魚だが、巨大な川など多くの魚種がいた。百三十七年、公共事業促進局、市政府、地元住人、事業主が金を出して、 市民会館レクリエーションクラブが建設された。そこは、スポーツ、娯楽、レクリエーションの中心となった。スポーツは、バドミントン、バスケットボール、ボート、ローンボーリング、シャッフルボードからテニスまで幅広かった。会館では、カード、ダンス、ゲーム、ガーデニングなど多くの趣味の催しがあり、商業や教育のための集会所、地元学校や事前事業で、 行事やダンスを行う会場になった。地元企業などが開催した展示会には観光客が訪れた。この建物はその建築と毎週のように開催される幅広い地域行事のゆえにアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。市内にはエドスミススタジアムがあり、ボルチモアオリオールズがスプリングトレーニングに使っている。ツインデイクスパークには マイナーリーグの施設もある。二つの施設ともに2010年春季トレーニング後にアップグレードされた。オリオールズとの協定により、サラ・ソータでカルリップ県青年野球教室を開催している。サラ・ソータマラソンは2005年に始まった。2010年にスポンサーが減り、出走者も減ったのでハーフマラソンに変更された。ジョンメイブル美術館近くを スタートゴール地点にしている。水泳のチームが2つある。よく知られたサラソータシャークスは歴史があり、全国的な大会でも優勝してきた。新しいチームはサラソータ津波であり、シャークスの元コーチが設立した。サラソータセーリングスクワドロンは活動的な施設であり、全国に知られたディンギーや大型艇のレガッタを開催してきた。 地域最大の空港は、サラソータブレーデントン国際空港であり、サラソータ軍とマナティ軍が共有している。5つの航空会社が主に国内とカナダに定期便を運航している。年間130万人以上の利用客がある。海外からの旅客のためにいる席手続きも可能である。セントピーターズバーグクリアウォーター国際空港と、 タンパ国際空港が車で北に約1時間の位置にあり、フォートマイヤーズのサウスウェストフロリダ国際空港も南に45部の距離にある。3空港ともに国内国外の便が多い。サラソタ軍地域交通が軍内でバス便を運行している。マナティ軍地域交通との限られた接続便もある。ライトレール、通勤鉄道、長距離バスなどでは、 タンパベ地域交通局に加わって将来の交通インフラ整備の計画を立てている。現在の重要課題はフロリダ高速鉄道である。サラソータに停車するアムトラックの列車はないが、中心街のサラソータ駅からタンパ市のアムトラック駅まで直行バスを運行している。CSX トランスポーテーションの貨物線がサラソータの工場の需要を賄っている。 メキシコ湾岸にあるので水上交通も重要である。沿岸内水路が3000マイルの長さがあり、大西洋からタグボート、橋気、レジャーボートが利用している。マナティ港とタンパ港が近くにある大水深港である。サラソータ湾に入った水路はサラソータ市中心街の桟橋までアクセスできる。メキシコ湾岸にあることと、いくつかの大都市圏に近いことで、 道路交通が重要である。サラ・ソータ・ブレーデントン都市圏企画機構市民、諮問委員会のメンバーから、マイケル・ウォールワークの作品を紹介され、サラ・ソータ市は、市内いくつかの場所でロータリーを採用し、今後も計画がある。タミアミトレールでも一連の近代的ロータリーを建設する意図があり、これを全国的な成功例にする考えである。メインストリート、 パイナップルアベニューとセントラルアベニューの交差点に建設した後、近くのチャールズ・リングリング・ブルールバードでは、歴史あるバーンズ広場地域への入り口に建設してきた。中心街では他にも計画がある。ジョン・リングリング・コーズウェイから見た、サラソータ市スカイライン・サラソータ市中心街の、ファイブポインツ・ロータリー、あちこちにある、大衆芸術の例も見られる、市政委員会は、 下記の都市を姉妹都市として指定するために選んできた。それらの都市とは文化や商業の結びつきを促進する目的で地理的にまた政治的に特徴ある地域の間で協調協定を結んでいる。姉妹都市は1836年にドイツのパーダーボルニアフランスのルマンと結んだことに始まった。現在の適用は1931年に始まった。ありがとうございます。